今私はタイのバンコクに滞在しておりまして、バンコク市内の中のオンヌットというエリアですね。ご存知の方もいると思います。コンドミニアムを借りて、格安で借りて5日間過ごしておりました。で、今日この、コンドミニアムをチェックアウトして、今から別の、ホテルにですね、移動しようと思います。今回久しぶりにホテルに泊まります。今回の旅はですね、台湾から始まってるんですけど、台湾でも駅前のビジネスホテルに泊まって、で今民泊でなるべく節約してっていう風にやってきたんですが、ちょっと一泊だけで、泊まってみたいちょっといいホテルがありまして、そちらに今から移動していくんですけど、そのホテルはヒルトン系列のコンラッドというホテルですね。ちなみにコンラッドホテルは大阪と東京にありまして、大阪だとはすごい金額だね。一泊なんと99,180円、今日同じ日で今ね調べてるんだけど、あとはコンラッド東京一泊なんと103,455円、一泊10万超えですね。数あるヒルトンホテルの中でもハイブランド、超ラグジュアリーなホテルですよ。だから記念日で泊まったりとか、そういう利用のしてる人も多いと思うんだけど、今回ね、こちらのバンコクのコンラッドはね、日本ほど高くないんですよ。てかむしろ安い。で、実際に今日私が泊まるホテルの金額ですね、4110バーツです。これ普通に考えたら高いんだけど、バンコク市内のね、ホテルの相場を見ると。ただまあ大体 1バーツ4円で計算しても1万6000円ぐらい。で、いろいろ多分サービス料とか税金入れて2万円ぐらいで泊まれるんですよね。なんで東京の5分の1、大阪の4分の1ぐらいで泊まれるということで、コンラッドにちょっと宿泊してみたいっていうちょっと願望がありましたんで、1回ぐらいね。ただ日本だとちょっと私のレベルだと、財力だと厳しいですね。1泊10万はちょっとだって思っちゃうんだけど、2万だったら、2万以下だったら、マリオット泊まるのとそんな変わんないので、だからこれはちょっと泊まっておくべきかなと思って、今回はですね、ちょっとその動画で、お届けしようと思います。そうそう体験することが多分できないと思いますんで、ね、日本だとね。で、あと自分は一応去年ですね、修行したんで、ヒルトンのダイヤモンドのステータスを持っております。なので朝食が無料になったりとかいろいろあるんで、そのね、特典を活かせるうちに1回ぐらいね、使っとかないともったいないかなっていう貧乏根性で、今回この動画をね、進めていきたいと思います。でしばらくバンコクに滞在してましたね、私ね、5日間って今言いましたけど。で、久しぶりのホテルでずっと朝食とかはね、コンビニでパン買ったりとかして過ごしてきて、全然そう、なんかまともな朝ごはんとかも全然食べてこず、台湾でもそうでしたね。ちょっと楽しみです。ずっとね、ホテルの朝食バイキング食べてると飽きるんだけど、こうたまに食べる機会があるとすごいテンション上がるとか、今回は全然食べてないのでめちゃくちゃ楽しみですね。あとコンラッドラウンジもありますので、ラウンジ入れますんでね、ダイヤモンドの近くで。なのでその辺もいろいろ楽しみにしております。ということで、それでは荷物をまとめてホテルの方に移動します。それではコンドミニアムをチェックアウトいたしました。ここのコンドミニアムめちゃくちゃ良かったですね。マジで広い、庭もあるし、でプールもあの辺にあるんですよね、5階ぐらいに。最高でした。もうこれからここでいいかなって感じぐらいですね。で、目の前 BTS 走ってますし、あとはこの真横がマックスバリューですね、日本のスーパーマーケットがこんな感じでありますね。それでコンラッドホテルまでグラブを今呼びました。目の前走ってる BTS で行ってもいいんだけどね、駅から歩きますし、スーツケースあるんでちょっとグラブで行きます。全然グラブが来ないんで、もうめんどくさいけど BTS 乗って近くの駅まで行ってからタクシーで行こうと思います。ということで、コンラッドホテルの最寄り駅プルンチット駅で今降りました。結局まだ時間あるんで、ホテルまで歩きましょうか。1キロぐらいですね。荷物ある、あったり、あと暑いんで、複数人いるなら絶対タクシーの方がいいと思いますけど、自分は歩きますわ。コンラッドホテル到着いたしました。結構遠かった。だいぶ汗かきました。とりあえず今からチェックインしたいと思います。今の時間まだね、9時49分なんですよね。こんな早くチェックインできるかわかんないんだけど、ちょっと行ってみようと思います。
おお、すげえ。めちゃくちゃ高級感ありますね。ちょっと場所が BTS の駅から遠いというのが人が少ないのかもしれない、あと値段が安い理由かな。とりあえずチェックインしたいと思います。それで今チェックイン手続き中なんですが、続きはラウンジで行いますということなんで、今からエグゼクティブラウンジに行くそうです。すいません、いきなりですね、エグゼクティブラウンジの方に今通されて、そちらでチェックイン、多分部屋がね、多分できてないっていうか準備してるんだと思うんだけど、ラウンジでチェックイン作業をするからついてきてくださいって言われたんですよね。それ今、まあ後から来ようと思ってたんですけど、今朝ごはんタイムで、かなり立派なラウンジですね。超広いです。景色もかなりいいね。今ちょうど朝ごはんタイムなんですね。なんかいろいろ卵料理をオーダーして頼むみたいな感じですね。値段書いてないんで多分頼み放題ってことだと思いますけど、いやヒルトンのラウンジってあんまりなんか正直言うとマリオットに比べるとしょぼいかなと思ってたんですけど、さすがコンロットですね。広い、本当に広い。 Thank you。 めちゃくちゃ美味しそうなアイスコーヒーをいただきました。コンロットって書いてある。なかなかチェックイン作業が始まらないんですけど、朝ごはんメニュー食べていいんかな。俺まだ朝飯食ってなくてちょっと腹減ってんだよな。どうやら朝ごはんメニュー食べていいみたいなんで、ちょっと食べようかな、軽く。お、すごい、マリトッツォ、マリトッツォじゃん。食べ放題だ、すげえ。すごいたくさんありますね、食べるものが。ラウンジの朝食とは思えない。はい、それで今チェックイン作業終わりましたね。うん、ここのもうこの席でチェックインの手続きとかの支払いをするみたいな感じで。あとまだ部屋にも入ってないしね、まだ正式に入ってないんですけど、いきなりこんだけ食べちゃってますね。マリトッツォ食べれるのめちゃくちゃすげえ気がするな。一応明日はですね、2階の朝食会場でがっつり食べようと思ってるんですけどね、普段だったらそれ行くとラウンジの朝ごはん食べれないんですけど、今日は食べれますね。まだ全然おかずありましたからね。卵料理もここのメニューで作ってくれるし、ちょっと控えめにこれぐらいです。スモークサーモン、生ハム、ソーセージ、ポテトみたいな感じで持ってきました。あと生搾りオレンジジュースですね。一応今ラウンジの説明を受けましたけど、朝ごはんが6時から10時半で、アフタヌーティーンが14時から16時で、イブニングカクテルタイムですね、軽食が出るやつが17時半から19時半で、2時間結構短いですね。ということで部屋の準備ができて、今鍵をもらいましたんで早速行こうと思います。おそらくアップグレードはないんだと思いますけどね、何の説明もなかったですね。22階の部屋ですね。レイトチェックアウトは3時まで OK と言われましたが、初めてのコンラットです。すごい、めちゃくちゃおしゃれだ。しかも、ね、部屋番号が2222なんですよね。角部屋かな、なんか奥っぽいですね。おお、角部屋じゃなかった。角部屋かと思った一瞬。ここですね。こういったなんですが、かなり高級感がある気がする。まあ2万円ぐらいですからね。マリオットで今バンコクの市内泊まったら2万円ぐらいするんで、それよりもなんかクオリティが高い気がしますね。入ります。それでは部屋に入りました。これアップグレード多分されてるよね。めちゃ広いんですけど。おー、すごい、こんな感じです。こっちがバスタブでかいね。おお、こんな風に開けれるんだ。あ、めちゃくちゃ景色いいですね。シャワールームも別でありますし、洗面台もすごいピカピカで全部ありますね。アメニティもで、トイレは日本の TOTO製のウォシュレットですね。バスタブにはお子さん用のなんかゾウさんとバスソルトも置いてありますね。すげえ、この辺もなんかすごい高級感があるんだよね。アメニティとかブランドはなんかこのメーカーに統一されてますね。メイドインカナダって書いてあるけど、チャイナかと思ったらカナダでしたね。キャナダ、はい、こう分かる人います？女性とかだったら詳しいと思いますけど、全部これですね。あー、すごいでっかいふかふかの椅子とソファーがあって、ウェルカムフルーツも置いてありますね。もう最初から置いてありました。で、ベッドサイドももちろんコンセント USB 全部あって、はい。で、
キングサイズのベッドです。ゾウさんが置いてある、うん、でデスクもあってテレビもでかい。これサムスン製ですね。はい、窓のここガラスめちゃでかいな。あのカーテンは電動ですね。このベッドサイドのやつで多分操作する感じかな。どうやってやるんだろう。あ、来ましたね。超絶景です。すごいわ。へえ、あっち側のサイアム方面ですね。あとはワインとお菓子と水ですね。これ自由に飲んでいいって書いてあるけど、このボトルカバーだけ有料なんだですね。はい、もちろんミニバーは有料ですね。さっきねコーラもらったんだよね。そう、これはの後で飲みますけど。あとこちらが荷物を置くスペースですね。バスローブもコンラッド、はい、ありますね、うん、でスリッパもなんか上等なやつが2つあって、これなんかヒルトン系だとよくくれますよね。紙袋っていうか、かなり質のいいお袋。これちょっともらってこう。あと傘も、これは持ち帰ったらダメですけどね、うん、傘も部屋に置いてあったりとか。この作りが全部、ね、木目調でおしゃれな感じがしますね。これを見ると、まあ、このフロア2階のフロアのその部屋の大きさが一発で分かるようになってるんですけど、自分がこの2222ここなんで、まあ角部屋、まあこうなんか複雑な形してるから一応角部屋に当たると思うんですよね、うん、さっき調べて分かったんですけど、ワンフロアに4部屋しかない広い部屋なんで、この辺このなんか角張ってるところちょっとだけ広いみたいなのあるけど、もしかしたらスイートなんじゃないかな。それで今確認したんですけど、エグゼクティブキングっていう部屋に多分今なってまして、これがね6200バーツぐらいなんですよね。だから自分が予約した部屋よりも2000バーツぐらい高い部屋ですね。8000円ぐらい高い部屋にしてくれてるみたいですね。何の説明もなかったですからね。言わないところがまたかっこいいのかもしれないですけど、わざわざアップグレードしたよとか、言わないところがコンラッド流なんですかね、わかんないけど。はい、ということで普通の部屋よりもやっぱ広いわけですよ。やっぱりヒルトンダイヤのステータスは威力がありますね。これでラウンジも入れるし、朝食無料です。レイトチェックアウトもできるし、スパは有料なんですけどね、ジムとかあの辺も無料ですからね。とりあえず今からちょっとだけ休憩して、でジムに行きたいと思います。全然最近運動してなかったんで、ジムで運動してプール入って、でゆっくり過ごしてまたラウンジ行って、もうホテルから一歩も出ることなくちょっと今日は滞在しようと思います。それじゃあジムに行きましょう。ついでにいろいろ散策もしてこようと思います。それで今1階にいるんですが、このコンラッドホテルと直結してですね、ちょっとしたショッピングモールみたいなのがあって、目の前にスタバもあるし、そこそこお店は入ってますね。こんな感じで韓国料理屋もあって、ケンタッキーもあるし、あとはお寿司屋さんで、あとトップスですね、スーパーマーケット入ってます。完璧だね。もう本当このホテルから出なくてもいいですね。あとはホテルの1階にですね、セブンイレブンが直接入ってますね。これもめちゃくちゃ便利だ。あとはホテルの目の前にティム・ホートンありますね。コーヒー屋さんですね。カナダのコーヒー屋さんです。あとは知らなかったですね、このコンラッドホテルと BTS のプルンチと往復する無料バスがありました。これ乗れば、ね、全然行けたな。歩いてこなくてよかったな。皆さんバスありますよ、よかったら使ってみてください。無料です。それで7階がトレーニングルームとプールですね。ちょっとプール見ておきましょうか。あと来ますけど、聞いた話だとバンコクの中心部にある高級ホテルの中で一番広いプールだと聞きました。わあすげえ。とりあえずジムで運動してから最後プールに入りに来ようと思いますけど、いいねこれは。テンション上がるな。それではジムに行きます。敷地がめちゃくちゃ広いわ。こちらがジムです。めっちゃ広い。すごい、こういったデトックスウォーターとか、なぜかリンゴも置いてありますよ。あと冷たい冷やしたタオルとか。
それではジムを終えて水着に着替えてきたんでプール入りましょう。すごいマジで広い。こんな感じ。プールバーもあってめちゃくちゃおしゃれですね。食事をしたり仕事してる人もいますね。すごいな。ここでパソコン作業するんだ。あーめっちゃ気持ちいい。そんな深くはないですね。誰も入ってないけど今この時間は。今気づきましたが近くにホテルインディゴがありますね。 IHG の。調子乗ってドリンクを頼んでしまいました。マンゴースムージーかな。これ250バーツでした。だいたい1000円ぐらいかな。まあ、日本で頼んだら多分2000円ぐらいすると思いますよ、コンラッドのこんな注文ドリンクなんか。でもすごいびっしり入ってそう。マンゴーがめちゃくちゃ濃厚で美味しいですね。このあとラウンジのまたティータイムも始まるし、あと5時半からカクテルタイムなんでそちらに行こうと思います。もう運動した分のカロリー一気に台無しになりますけど。シャワー浴びてて気づいたんですけど、すごいね、シャワーの使い方とか日本語で書いてありますね。さすがコンラッドって感じですね。日本人のお客さん多いのかな。さっきプールにいた人たちはなんか韓国人が多かった気がしたけど、日本人全然いないなと思ったけど、昔は来てたんですかね。それではですね、お待ちかねのカクテルタイム、コンラとのラウンジにですね、今から行ってこようと思います。自分一人なんですけど、こんな広い席を案内してくれました。マジでホスピタリティ高いです。で今気づきました、あそこにあのマリオット系のアテネホテルですね。あれめちゃくちゃあの格式の高いホテルで、一番多分マリオットの中に高いですね、このバンコクの中で。早速フードが並んでおります。中華料理っぽいものがたくさんありますね。あ、ザルそば、日本のそばもあるんだ。であとはこれ朝食の時と同じですね、ドリンク類。ここではカクテルとか作ってくれるみたいですね。これは甘いもの系ですかね。あと野菜スティックとか、あ、これあれだ、んごですね。めちゃくちゃ美味しいフルーツです。それで今ドリンクをいただきました。朝も飲んだんですけど、生搾りオレンジジュースとあとスプライトかな、これは、うん。お酒類は結構種類があると思うんですけど、自分があんま詳しくないんでね、ちょっと銘柄とかがはっきりわからないんですけど、シャンパン、白ワイン、赤ワインもちろんありまして、多分シャンパンが良さそうなやつ、ワインもだと思いますけどね。あとはウイスキーがどうのこうのとかたくさんありましたね。でビールはスーパードライと日本のスーパードライですね。あと海外のビール、いろいろありました。すいませんこんな酒飲まないからさ全然伝わらないけど、まあ多分お酒好きな人でも満足できるレベルだと思います。マリオットのラウンジよりはお酒の種類がありそう、パッと見ですね。あの飲まない人にとってはですね、このフルーツジュースとかそういったものがたくさんあったんで嬉しかったですね。グラスをもらったんで入れて飲みます。初コンラッド乾杯。今オレンジジュースを飲んでたんですけど、スタッフの方が来て、あのカクテルも先に注文したいのがあればあの言ってくださいって言われたんですけど、飲めないって言ったら、いやモクテルもありますよって言われて、 あそこにメニューなかったんで知らなかったんですけど、今なんか見せてくれて、でおすすめはパインレモネードモクテルらしいので、それをオーダーしました。なんか5、6種類モクテルもあるそうです。それでこんな感じでなんかおつまみ3種盛り合わせみたいのがテーブルに運ばれてきました。座っててこう持ってきてくれるんだ。他にも多分自分で取りに行くのもあるけど、こういう風に提供してくれるのもあるんですね。エビのなんかカクテルみたいなやつとか、これなんだ、揚げ天ぷら海苔巻きみたいな感じかな。
これは分からないです。ということで今食事を持ってきました。こちら中華炒めみたいな鶏肉ですかね。あとこれ野菜もありました。別料理です。なんか似てますけど。で、あとタルトみたいなやつ、おかず系のタルトですかね。あと野菜スティック、これすごいですよね。ザルそば、まあ日本のおそばですね。はい、これデザートみたいなやつですね。で、パイナップルレモネードモクテルですね。いや、十分じゃないですか。結構品数多いと思います。なんかがっつり食べるものが多いなって感じですかね。せっかくなんでいただいたモクテルを、うまい。まずは野菜スティック。うん、泊まる前に聞いてた話だと、なんか手作りハンバーガーとかそういうのが食べれるって聞いたんですけど、今日はないみたいですね。普通にそばになってました。俺はこれで嬉しいけど。この綺麗な景色をですね、見ながらゆっくりと美味しいご飯を食べて過ごしたいと思います。朝になりました。今から朝ごはんを食べに行きます。めちゃくちゃお腹すきました。さすがにね、あのカクテルタイムのあの食事だけしか昨日食べなかったんで空腹です。うわ、すごい奥にめちゃくちゃ広いな。珍しく結構空いてますね。ちょっと見てきましょうか。食べ物いっぱいありますね。素晴らしい。ワッフルとかパンの種類も豊富ですね。こちらが中華料理かな。シューマイとか、あ、エビシューマイ超うまそう。これはお粥ですかね。チャーハンとかサーモン、全部うまそうですね。あ、日本食も卵焼きとかありますね。お味噌汁もあります。卵料理も作ってもらいましょうか。ということで朝ごはんはこんな感じで取ってきました。今ヌードルを作ってもらってるんですけど、ちょっとねすごいなと思ったのは、タイオムレツがあったんですよ、普通のエッグコーナーに。で、これ牡蠣オムレツですね、はい、エビも牡蠣も入れてくれる、このなんだろう、平べったいタイ風のオムレツを食べることができます。まああとは昨日食べたラウンジの朝ごはんとメニューかぶってるところも結構ありますけど、まあサーモンとかポテトとか、うん、中華料理系も充実してますね。うん、先ほど言った通り日本食もありました。あとこれが生ハムのサラダですね。はい、十分じゃないですか。てか豪華ですね。やっぱりなんかちょっとずつマリオットのホテルとこうなんか違うというか、朝ごはんの雰囲気というかね、うん、席数はね、まあ多いけど会場はめちゃくちゃ広いわけではないかもしれないですね。ラウンジの方が広かった気がする、うん、まあでもお客さんがあんまいないのがいいですね。今作ってもらったヌードルが来ました。うまそう。なんか器がすごいおしゃれですね。量もなんか小ぶりでこの方がありがたいです。なんかたまに本当にでかい爆量で来る時があるんですけど、本当になんか一人前のちょっと分って感じでいいですね、うん、美味しい。エビシューマイ超うまそうでした。うん、うますぎ。牡蠣オムレツ、うん、うまっ。
今までね朝食に関してはマリオットとヒルトンだったらマリオットの方が全然いいなと思ったんですけど、コンラットはちょっとレベルが違うかもしれない。全然いいですね、クオリティ高い。だヒルトン系列のホテル泊まるときは純粋なヒルトンよりもなんか上のもうちょっとラグジュアリーで値段が高い方、コンラットとかもっと上あるじゃないですか、いろいろあっちの方が力入れてるのかもしれないです ね、 まあ、ね日本で泊まると10万ですからね、東京だと。だからタイだから私泊まれてますけど、うん、こんな感じなんだっていうのが今回理解できましたね。クオリティもめちゃくちゃ高い。コンラット、バンコクのコンラットめちゃありですね。そして最後に甘いものを頼んでしまいました。焼きたてのワッフルとクリームドーナツ。やばいね、太るね。でも食べます。それで今13時46分ですね。まあ、レイトチェックアウト15時までできるんですけど、まあ、だいぶゆっくりできたんで今からチェックアウトしたいと思います。素晴らしいホテルでした。またコンラット泊まってみたいです。ということでバンコクコンラットホテルチェックアウトいたしました。このクオリティで料金がだいたい4000バーツぐらいですからね。そう、諸税入れてもまあ2万円は全然切ってますんで、マリオット系のまあこれぐらいのクラスのホテルに泊まるとなると2、3万近くなってくると思います。なんでバンコクでかなり穴場のホテルなのかな。そんなに混んでもなかったですし、ラウンジも良かったですし、プールは広いし、部屋は広いし、文句なしでした。ぜひね、今後バンコク旅行を考えている方、このコンラットホテルを選んでみてはどうでしょうか。まあ、例えばバンコクに何泊もするときにですね、前半は、まあ、自分の行きたい場所の近くのホテルを取るとか、あの安いところ、なるべくリーズナブルなホテルを取っておいて、最後にですね、ちょっと違う、日本では、ま、なかなか泊まれないようなね、高級ホテルをあの安い値段でですね、体験して、まあ、最後帰るとか違うところに行くっていう風にやってみるのも結構楽しいと思うので、皆さんよかったらおすすめです。で、今回この動画は一旦終わりたいと思います。実はこの後ですね、また違うホテルにチェックインしに行くんですけど、次回の動画でお届けしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。